ついてなかったね。メキシコって何？飛び出てくるね。はい。ユアンちゃんでしょうか。はい。メキシコはすごく大きい国のことだ。ワン、西にあるワン。すっげえアバウトな説明だな。まあいいか。うん。私たちの西側ってこと。うん。私たちは東にいるのね。まあ確かに神様的にどこにいるか、そういった話はまあしなかったもんね。ん？ああ、どこだろう。まあいいか。はい、とのことです。ふえそうだね。僕も混乱してきました。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。今日ね、ウィル素晴らしき世界続きをやっていきましょう。そろそろリー・ウェンとジミーを救ってあげたいかなと思います。前回はなかなかね、うまくいかないところで終わっちゃいましたね。じゃあ行きましょう。ちょっと何かアドバイスがあるようなので聞きましょう。お役目の助けになるものがまだもう一つあるわん。それは過去の手紙というわん。オレンジ色はかなり重要なお話です。はい、過去の手紙、つまり今まで読んだ手紙を確認できるの。鋭いね、その通りだわん。うんうん。今まで読んだ手紙の全エンディングがそこに記録されるわん。はい、前に進めなくなったらまあこれを活用するわん。というわけで Y で押してみますか。過去の手紙。お、画面はこんな感じですね。はい。選択した手紙の全エンディングを一覧で見ることができる版。こう見るとね、エンディングめっちゃたくさんありますね。かつね、バツ印がめちゃくちゃ並んでます。右にあるのがそのエンディングたち。はい。そしてエンディングの並ぶ順番は検索、並ぶ順序ですね。ごめんなさい。順序は検索画面で見えた小さなボックスの並び方は同じなんだ、ワン。はい。これはランクの話ですね。並んでいるワン。なるほど。というわけは、このエンディングはめっちゃ罰が多いですね。そうだよね。ランク高いやつはもうあと2つぐらいしか最低でも残ってないはず。はい、目がついてるのが今確認してるエンディングだわ。うん、推理しやすくなるよねと。使い方はあなた次第らしいです。左に出てるのは選んだやつですね。ダメなパターンっていうところとなるとね、バットも集めようとするとすごいことになりそうですよね。まあパターン無限大だもんね。で、LR で、こっちジミーの方でしょうか。うん。まあ、ジミーはね、A を取れたこともあったんですけれども。はい。ってな感じで、まあ、頑張りましょうか。戻ります。これで、ではスタートかな。はい。で、前回はこんな感じになりました。うん。リー・ウェンはバットで、ジミーは A だったんですが、できればね、やっぱり、互いに幸せにしてあげたいかなと思いますので、やり直します。神様は大変ですね。というわけで、少し選んでみますので、そうだね。まだ見てないバットも含めてエンドはたくさんあるみたいですが、ちょっと頑張ります。じゃあ、ちょっとお待ちください。はい、じゃあね、動画ではカットしてるんですけど、またちょこちょこ入れ替えながら、今回はこのパターンをやってみたいと思います。なんだかんだで、リーウェンがね、右に、スイングする前に右に行ってしまうと、あまり良くない結果になることが多い。かつ、ジミーに打たせようと思っても、やっぱりこれもうまくいかない。となれば、結局はリーウェンに打たせて、右に一歩移動するっていうのは、後ろにして、まあ、なんていうかね、ちょっと捨てる具合の感じの行動にしておきましょうか。これで、動いたね。いけるかな。はい、スイングだと私は危うくこけそうになった。はい、OK。今度は転ばなかったですね。ほら、ネットを越え、相手コースのベースラインの内に落ちた。お、やったね。おー、そっか。ジミーちょっとね、調子悪いところにやられましたね。ジミー頭はいいのか。お、勝ちましたね。15対13です。
チミは幸運も運んできてくれたみたい。ほんと完璧なチームワークだったわ。チョコレートゲームゲット。すいません。チミはそうだ。チミは、うん、倒れ込ませちゃったんで。うん、これはやっぱりね、影響出ますね。はい。お、やったね。うん、うん。チミ、可愛い服着てんだ。なんか今気づいたんですけど。うん、おお、いいですね。すごいですね。花が咲いてる。はい、彼女の手はとても温かかった。あの一瞬は僕は一生忘れないだろう。あ、かわいいですね。おお、おめでとう。S です。はい。結構ね、うん。まあ動画でカットしたって言ってるんですけど、うん。まああっちやったりこっちやったりっていろいろやってきましたが、なんだろうね。どうしても王を引いてしまうような選択は後ろにして、成功した後にしておけば、うん、結果的にあまり影響なくなったりはするかなと思いました。てな感じで若干ルールというか感覚も分かってきたかな。続き行きましょう。はい、手紙が来たかな。どうしよう。他のところも気になるんですが、まあ開けてみましょうか。ポンと。変な先生。はい。というわけで、リ・ウェンの話ですね。どうしよっかな。新しいところも見たいですね。ここら辺も行きますか。ここは繋がってんのか。新キャラ同士で繋がってね。行きましょう。俺の名はカルロス、18歳だ。今日はとても大事な日だった。はい。メキシコ人か。はい。個人のデップおじさんとベニータ院長がいつも言ってくれていた。うん。海外に行ったきゃ、まずパスポート。からビザ、うん、最後に航空券を買えば行きたい国のどこにでも行けるってさ。はい。でも香港に行くにはビザはいらなかった。うん、まだ航空券だけだ。おお、はい。おお、オムレツですね。美味しそう。相当でっかい空港なんだろうなと思いますね。はい。一人で航空券があんなに高いはずだぜ。ああ、僕、海外行ったことないな。今、不意に思い出したんですけど。うん。航空券まだ買ってないんだ。不注意で男にぶつかってしまった。彼は抱えていた3つの段ボール箱を全部落としてしまった。はい。俺はすぐに拾って、その箱を積み重ねるのを手伝った。そうだね。中身壊れたりしてなきゃいいんだけどね。上品な人ですね。メガネで金色か。結構攻めますね。はい。まあ、いい人っぽいですね。はい。空港には案内の看板があったが、俺はあまり文字が読めないもんで、航空券売り場のカウンターにたどり着くまでに空港を2周もしまった。迷うよね、空港ね。はい。航空券は1万ペソちょい。うん。おお、すごいね。両親や姉ちゃんが残してくれた金と、自分とバイトで稼いだ金が入っている。それ全部足して2万ペソあるくらいだけどな。お、最悪な事態が発生した。財布がねえ、マジか。そうですね、うん。これは急いで外に向かった。はい、ともうとさっきのお兄さんですね。3つの箱を持ったまま。あれ、あの人道に迷ったのか。うん。おう、デッポジさんは見つからなかった。山に帰っちまったんだろうなと。はい、これは荷物を抱えてきた道を山に向かってとぼとぼ歩いた。いや、つらいな、これは。はい、うん。ついてなかったね。メキシコって何？飛びに出てくるね。はい。ユアンちゃんでしょうか。はい。メキシコはすごく大きい国のことだ。ワン、西にあるワン。すっげえアバウトな説明だな。まあいいか。うん。私たちの西側ってこと。うん。私たちは東にいるのね。まあ確かに神様的にどこにいるか、そういった話はまあしなかったもんね。うん？ああ、どこだろう。まあいいか。はい、とのことです。
ふえ。そうだね。僕も混乱してきました。はい、さっきのあの手紙の国主は中国人よね。逆にメキシコはちょっと遠くに感じるんだけど、なんでだろう。そうなんだ。手紙を書く人間には中国人が多いからかもしれないわ。まあこれは人口の比率的にそういうことだよねっていうお話でしょうかね。うん、そうなんだ。うん、中国語じゃなくて僕らの文字だわ。ああ、はい。そうですね。いろんな国の人間がいろんな言語で手紙を書いている。便利だね。なんか Google 翻訳みたいに意味わからなくならないのかな。本当だよね。と、感じで、すみません。カルロスのことすっかり忘れてましたけど、カルロスでした。はい。では、まあ、ここからね、次の手紙になります。はい、チャンギョンミンですね。チャンと読むか。はい。なるほどね。警察大学を卒業したばかりだ。23歳か。ん？ミケさんの目覚まし時計が10回目になってよく目覚め、そしてとんでもなく寝過ごしていたことに気づいたんだ。バイオ2のレオンみたいですけど。はい。上着を掴んで外に飛び出した。あ、植木橋か。はい。はい、人名いろいろ出てきますね。コン所長ですね。あら、資料室送り。はい、とのことです。ではもうちょっと話を進めます。神様、仏様、どうかお助けください。どうか。うん。はい、ですね。刑事になるのが俺の子供の体の夢だったんだよ、と。資料室の中に行きたくない。うんうんうん。はい、じゃあ行きましょうか。これどうつながるんだろう。え？これって1個しか動かせないよね。まあ、これが最初なんで、じゃあこれだけでいいのかな。じゃあ決定してみますね。なんかこの2人は接点ないように見えるんだけど、いいのかな。はい、少し向こうに看板を見つけた。はい、なんて書いてあるのかは全然わかんないけど、きっと航空券売り場のカウンターだろう。はい、ここ財布に気づいたところですね。おお、途中でね、顔わかる演出いいですね。はい。あ、これ航空券買えたんだ。よかったね。あー、わかる。飛行機乗ってる時は僕も落ちることばっかり考えますけど。はい、超考えてますね。うん。はい、すっげー綺麗なお姉さんが飲み水がいるかと聞いてきた。いらないだね、金ないから。うん。はい、よかったですね。このルートだと財布は大丈夫みたい。ペソです。お、ペソの説明だ。スペインや旧スペイン植民地諸国で使われている。うんうんうん。とのことです。覚えておきましょう。僕もペソって名前知ってるけどね、じゃあどこの国のお金って言われるとね、あんまりイメージないですね。うん。お姉ちゃん探してんの？うん。そいつを捕まえて泥棒よ。うんうん。なんかすごい変わりましたね、二人とも。はい。この交渉くらい。血の毛多いですね。うん。
お、よかったね。うん、遅刻した口実ができたって感じかな。うん、正義を広めよう。はい、正義を広めるためです。うん、お前4課に行け。うん、捜査4課の噂を。はい、おめでとう。とりあえず2人とも良くなった。不注意で男にぶつかってしまったっていうね、まあある一つのカルロスが持っていたものを動かすことで大きく変わりましたね。うん、いや人生ってすごいですね。はい、じゃあお手紙が来ました。ちゃんはまだ顔が見えないですね。うんと、郵便箱開けましょう。いつ、Porque siempre me pasa esto. はい、姉さんの写真、人質事件。なるほどね。どうしよっかな。時間的に今多少気にしてるんですが、まあ、この二人も気になるんですが、リウェイのこのストーリーって言いましょうか。変な先生。あ、ごめんなさい、セーブします。はい、セーブ終わりました。じゃあ変な先生。その日最後の授業は選択科目の美術だった。美術室のドアを開けると、その光景に唖然とした。え、何これ？うんうん。おー、うじゃうじゃ人がいて満員状態。うんうんうん。友達がいる。うん。ねえ、今日はなんでこんなに多いの？と。あんたってほんと世間に無関心よね？と。あー、新しい先生が来るんだ。校内 BBS か。うん。なるほどね。うん。はい、確かに教室にはいるのはほとんどが女子だった。うん。はい、ロッキーもいるわ、と。校内 BBS を開いた。の電波が弱くて BS はなかなか開かない。はい、はい、新しい先生ですね。軍改元、お、ここで出てくるのか。はい、このブンテ先生がサンダル履いてるじゃない。うんうんうん、このおじさんのどこがイケてるのよ。先生は今年何歳ですか？はい。彼女とかいるんですか？定番ですね。はい。ロッキーの評価はコロコロ変わりますね。マジで良いですね。うん。35か。うん。はい。お、バナナの模型を取りに行った。はい。はい、美術の授業はあっという間に進んでいった。クラス待機を1名決める必要があると言った。代表者は立候補で決めるのだけど、でも、うん、すっごい勇気破んのすごいねはいはいはい。ロッキーがガタッと立ち上がった。自分も立ち上がる。おっと、授業終了のベルが鳴った。いや怖いでしょ、先生がこんな音したらね。君は真剣にやったのか、真剣に書いてこの程度なのか。怖い授業ですね。はい、そうですね。まあ普通の学校だからね、選択美術ですからね。冗談じゃないわよ。あらら、まあ、ロッキーも悪気があったわけじゃないと思うんですよね。うん、はい、もしこんなことがなかったら、授業終了のベルが鳴ったと同時に真っ先にテニスをしに行っていたはず。はい、先生はもう二度と来なかった。普通の人が来たんだ。はい、
はい、じゃあね、全体はこんなお話でした。ちなみにね、6行目ぐらいかな。なんで今日はこんなに来てるのよ、これじゃあの後なんですけど、この後の感じが全然僕ね、見たことがなかったんで調べてきたんですけど、これ画家って読むらしいですね。で、何かというと、イーゼルのことです。まあ、イーゼルと言われたら僕わかるんですけど、まあ、あれですね、キャンバス立てるやつですね。うん。これが足りないわーっていう、そんな感じの話でした。じゃあね、ぜひ幸せな展開にしてあげたいなと思いました。赤い G は重要です。こんなことがなかったら、重要終了のベルが鳴ったと同時に、真っ先にテニスをしに行ったはずよ、と。どこを変える？うわ、結構あるな。まずは、ちょっと待って。破るっていう行動をなしにしたい。後ろにしておいておくか。重要終了のベルは鳴らす。自分も立ち上がる。単純な話、これでいいんじゃないかな。後ろの行動を亡き者にしてあげたいと思いますので、ベルが鳴ったらとっとと立ち上がって、ロッキーも一緒にテニスに行きましょう。ああ、そうだな。そうだね、この、主人公の友達と、分解連の接触を避けるようにすればいいかな。じゃあやってみます。さあ、どう？あれ？あれ？ロッキーの目を引き裂いてどうしてこうなった？うん、次回はこの模型を持ってきてみんなでよく練習しろ。あれ？これは避けられないのか。うん、ダメでしたね。これはロッキーの絵を見る展開になってしまった。うん、バットです。もう一回。どうしようか。あ、自分立ち上がってみたらどう？ダメか。ベルが鳴る。少し移動させました。これもダメですね。やり直し。じゃあ、ロッキー最初で、ロッキー上がったところでベルで。変わったぞ。どうなるこれで。はい、私の絵を破ることになったのか。ランク B か。ちょっと上がりましたね。うん。ただ絶対いいものはあるから、過去の手紙を見てみますか。多少上がった。まあパターンはありますね。うん、やり直しましょう。これは最初はこのままベルが鳴る。ん、なんか変わったぞこれ。これダメそうだな。そうだよね、これは変わらないよね、あんまり。あ、ロッキーは椅子の下からバスケットボール取り出し、うん。あ、クラス代表決まらないまま棚上げになった。ランク A か。おー。こんな感じでちょっとずつ上がってきました。ただ S はありますね。頑張ろう。探してみましょうか。絵を破らせない方がいいと思うんだよな。はい、じゃあね、今日はこんな感じでいこうかなと思います。結構やってみたんですけど、やっぱり絵を破るっていうところはね、なんか避けられないかなと思ったので、とりあえずそれはいいとして、そこに主人公を少し早めに絡ませて、で、ベルを鳴らして、まあ、ロッキーにはいい感じに関わらないでいてもらうっていう流れを作れたら勝ちかなと思いましたので、やってみます。どうなるかな、これで。はい、うん。この辺りは同じだね。なんかダメっぽいな。大丈夫かな。こんなのやりすぎです。主人公が入ってきてくれました。主人公というか、うん。リウェーンが入ってきてくれました。はい。ロッキーはバスケットボールを取り出してとか言ってました。はい。競争を整頓してから行け。お、ちょっと変わったね。なんですね。うん。
はい、言った通りだ。クラス会はお前だ。教室にはまだいた生徒が全員私を見ている。まあね、変なものでも見ているみたいだ。おお、おめでとうってか、超かわいそう。後でご飯をおごってあげるねと。まあ良かったですね。うん、まあなんだかんだで良かったか。まあちょっと主人公の友達がまあ気持ち取り戻してくれたから良かったけど、まあ OK です。はい、 S 取れた。はい、手紙来たね。誰からだろう。新着メールなのに同時。うん、テニスがしたい。ジミーはなんかなんですね、微笑ましいですね。はい、どんな手なわけで、うん、今日もやってみましたが、いろいろとね、いろんな人が関わってくるような感じがします。とりあえず今はね、まあ、リーウェイン分解伝でジミーとリーウェインみたいな感じで、あとカルスとまあね、チャンみたいな感じで、そういってね、二人がペアになってるみたいな感じですけど、これがね、なんか横一列でどんどん関わって合ってくるってことになるとすごいなぁなんて思いますので、まあ、結構このゲーム気になってやってる方も多いかと思うんですが、僕もね、時間見つけてふわっとやってみたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあね、今日ね、ウィルを遊びました。またよかったら見てください。他の動画含めいつもご視聴いただきありがとうございます。今日はこれでさようならといたします。どうもありがとうございました。